グレブ・エブゲニー・エビチ・ボトキンは、アメリカ合衆国の小説家、イラストレーター。1918年7月27日に、エカテリンブルクで、ロシア帝国最後の皇帝ニコライ・ニセイの家族と共に、殺害された、皇室主治医、エフゲニー・ボトキンの息子である。後年に、アンナ・アンダーソンが、本物のアナスタシア王女であることを主張し、姉のタチアナ・ボトキナと共に生涯を通じて、 彼女の代表的な擁護者となった。しかし、ボドキンが亡くなった後に行われた DNA 鑑定によってアンダーソンがポーランドの農家に生まれたフランツィスカ・シャンツコフスカという名前の皇族詐称者であったことが証明された。1938年に彼が設立したアフロディーテの教会はアメリカ合衆国における 神威教主義の運動で最も早く設立された教会の一つであった。父親は皇室主治医のエフゲニー・ボトキン。母親は彼の妻のオリガである。母親がボトキンのドイツ語の家庭教師と不倫したことが原因で1910年に二人は離婚した。エフゲニーは子供たちの親権を保持していた。ボトキンと彼の姉の立ち穴は子供の頃に休日に ニコライ2世の子供たちを楽しませるために一緒に遊んでいた。1918年春にトボリスクで父エフゲニー姉タチアナと共に撮影。最後の家族写真2月革命によって弟のグレグと共にニコライ2世の家族と一緒に流刑となった父親に同行した。つまり流刑後のアナスタシア王女を知っている数少ない人物である。トボリスクでは ニコライ2世が監禁されている建物の中に入ることは許されなかったが、ボトキンは水彩の動物画を何枚も描き、人に頼んでアナスタシアに届けてもらった。間もなく一家が他の地へ移送されることを知ったボトキンは、トボリスクソを特管者の敷地の周りを歩き、窓辺にアナスタシアが一人で立っているのを発見して手を振った。彼女も笑顔で手を振って答えたという。 これがアナスタシアを見た最後となった。ニコライ二世の一家がトボリスクからエカテリンブルクへ移送された時には二人は父親に同行することが許されなかった。姉と共に何とかして父親に同行しようと心を見るが最終的には同行を諦めた。父親が銃殺された後にボトキンはトボリスクから逃亡した。1915年6月の戦いで殺害された。 琉球平連大将尉の未亡人、ナディーヌと結婚した。最初は日本に移住し、ついでフランス、最後はアメリカ合衆国へと移った。ボトキンは小説家やイラストレーターとして生計を立てるようになった。1927年5月にドイツにあるゼオン修道院でアンナ・アンダーソンと初めて会った。アンダーソンはボトキンがおかしな動物も連れているのか、 しきりに気にしていた。アナスタシアは、ボットキンが描く絵を好み、彼の絵から物語を作って、一緒に遊んでいた。ボットキンはこの子供の頃に描いた絵だとすぐに理解した。アンダーソンがドイツ語でしか話さないと聞かなかったために、彼女とはドイツ語で話したが、彼女の付き添いとはロシア語で話し続けた。しかし、彼女はロシア語で話してもその内容を理解していたという。 1928年10月13日、息子ニコライ2世とその家族はロシアを逃れて、どこかで無事に暮らしていると信じ続け、アナスタシアの祖母マリア皇太后は、祖国デンマークで息を引き取った。アンダーソンが無言で沈み込んで誰とも話そうとしない、状況が何日も続き、ボトキンもひどく心配していた。ところが、亡くなってから、丸ついたちも経たぬうちに、マリア皇太后の娘で、 ニコライ二世の妹であるクセニア大公女とオリが、大公女、クセニアの夫アレクサンドル大公、クセニア夫婦の6人の子供、彼女らのいとこ2人の合わせて11名のロマノフ家の人間が、ニコライ二世一家全員が暗殺されたことを正式に認め、アンナ・アンダーソンを詐称者として非難するコッペンハーゲン声明を発表した。このうちアンダーソンに会ったことがあるのは、オリが1人だけであった。 ボトキンは生命に対抗してこの4日後にクセニアへ向けた長大な手紙を公開した。彼女がイングランド銀行に預けられているニコライ2世の4人の娘の持参金の相続権を狙っていると指摘した。ボトキンはこの手紙で本物のアナスタシアだと裏付ける証拠も並べている。アンダーソンがアナスタシアの身の回りで起きた子供の頃のごく些細な 出来事を記憶していること、生まれつきのあざを含めて彼女が身体的な相似点をすべて持っていること、彼女の現在の筆跡がアナスタシアの若い頃と同じものであること、アナスタシアを子供の頃から知っている誠実と認められている、人々の多くが本人と認めていること、診察した医師の全員が彼女が自分で名乗っている人物以外である可能性は 科学的に見て不可能であるという点で全員が一致していることである。しかし、このおっぴらにロマノフ家を困惑させようとするボトキンの試みは、アンダーソンを支持する人々からもあまり賛意が得られなかった。この後もロマノフ家の様々な生存者に対して、アンダーソンを擁護するために手紙を送り、彼女やロマノフ家についての本を表した。そして、生涯を通じて、 アンダーソンへの経済的支援を続けた。他の支持者が彼女を捨てても、ボトキンは最後までアンダーソンの友人であった。一方で、アンダーソンに次いで著名なアナスタシア詐称者となった、ユージニア・スミスの主張には、回帰的だった。父の殺害以後に司祭になろうと考えていたが、最終的には、ロシア正教会から離れた。ボトキンの教会は、アフロディーテの教会と呼ばれていた。 過不調性の社会が人類を悩ませている問題の多くの原因となっているという意見だった。1938年にニューヨーク最高裁判所によって正式な教団として認可された。父のエフゲニー・ボトキンの遺骨がエカテリンブルク近郊の山で1991年に発掘された後、ボトキンの娘のマリーナ・ボトキナシュバイツアーの DNA は彼女の祖父を識別しやすくするために使用された。また、主居ツアーは、後年にアンナ・アンダーソンはアナスタシアではなかったと証明する DNA 鑑定の結果についての会議を表明している。ありがとうございます。